性がある。はい、今日はですね、多対数で一本で決まる簡単グラデアイメイク、まつげ美容液と眉メイク頑張ります。雨でも汗でも、あ、塗ると眉毛が取れなくなるやつと涙袋美容液を買ってきましたので、これ全部試してみたいと思います。今のダイソーすごいですね。それではスタート。はい、まず涙袋美容液から使いたいと思います。もう下地は塗ったつもりでございます。はい、あ、今日のあれ携帯ね、どこそこすぐどこそこ置いて、すぐどこに置いたか忘れて、いつも親とかお姉ちゃんとかに携帯を鳴らしてもらって、いつも携帯を見つける。いつもどこそこ置いてどこに置いたかわからなくなる。いつもそうです。はい、私、はい、ある涙袋美容液とかあるんですね。こうですか。はい、比較するために左がしてない、右がしてる状態。クマやば、猫するけんかな。あ、なんかちょっとキラキラしてる。そんなことないか。あ、こんな感じと、あ、してる、あ、してない、してる、あ、いい感じに白くなっております。これいいですね、馴染んでおります。はい、次。はい、眉毛を描いたつもりです。眉毛美容液、取れなくするやつですね。塗っていきます。これはしばらく乾かすのかな。描きながら分かったけど、相変わらず垂れ眉ですね。はい、これは開けようとして今曲がっています。まつげ美容液ってしなやかで張りのある美まつげに、朝晩するといいみたいですね。このなんかしおれてるまつげが張りのあるまつげになるようにね、これから今もしますし、していこうと思います。はい、まずこれをこうしてなってるか全然わかんない。こうしてこういう風にます。二まつげもいいみたいですよ。わかんない。これはまあ、あ、ちょっと上に上がってる。これはまあこれからですね、まつげ美容液は。ちょっとここだけピッてなってる。はい、これから続けます。さっきの眉毛か、これ。あ、さあちょっと眉毛美容液、普通のだとこう消えちゃうのが、これはそもそも眉毛がね引けてないっていう。これは綺麗に守ってくれるみたいですね。ここはこうやったらこう、さっき消えましたけど、いくらこっち側をいくらこうしても落ちません。これいいですね。はい、で最後これ、何度か描いていいみたいです。これいいですね、一筆で。塗りすぎかな、こんな感じでしょうか。あ、でもいい感じじゃないですか。ちょっと塗りすぎかもしれんけど、たったこうするだけで二層構造になってます。これ何回かこうするだけでこんなに綺麗に塗れました。これすごい。通過を、特にお気に入りはこれかな。化粧ね、苦手な私からしたらこれだけでね化粧ができるなんていいですね。はい、化粧苦手な私の修行はまだまだこれからです。バイバーイ。